ちょっと何に破れてるじゃん。ちょっとちょっと、めちゃめちゃ破れてるじゃん。そう、あんたたち、あら、あらららららら、なっちゃん、なっちゃん、なっちゃん、あら、こりゃ、うわー、すごい。はなちゃん、すごい、破れかぶれじゃん。はな、ほら、こら、こら、こら、はなちゃん。ほら、マッシュ、これ下に入らないようにビニールをしてた。あら、うわー、すごい、いつの間にか開けて、もう出入りしてる。ああああ。ちょっと。ボロボロじゃん。これじゃ意味がない。ほら。ほら。楽しそうなんで、このままにしておきます。はな、はなちゃん、ほら、なんちゃんは男の子なのでやんちゃ、あ、てて一人なので手加減を知らなくて、とても激しい。ねえ、ガブーっと噛みつくね。あら、あーな、痛い。あらちゃん、あらちゃんすごいよ。ねえ、激しい。マッシュ、花ちゃんと遊ばないの？マッシュ。ねえ。マシャマロちゃんと遊ぶね。危ない。
るちゃん、絵にかわいいやら。はるちゃん、見てよかったね。顔も綺麗になってねえ。あら、よかったね。あらちゃん、もう病院も終わり、あと飲みの薬をチュチュッとして終わりね。はい、あなちゃん、じゃあの目でも良くなりました。とっても目も綺麗だしね。ちょっとお風呂入りたいけど、それはもうちょっと先かなね。あら、あの、ほら、きれいね。顔きれいだね。あら、あら。マロ。すごい三匹。うわー、激しい。珍しい、花ちゃんと毎週。ねえ、最初はね、毎週はね、花ちゃんはね、あまりに激しいけど、ちょっと遠目に見てたんだけど、最近遊ぶようになったね。花。花はね、とにかく元気。毎週。おりゃ。なんか危ないって。あ、そうか。それかな。なんか開いてもらっていいですかね。マッシュがこのテレビ台の下で結構うんちをして、それで足りないようにビニールとマスキングテープで貼り付けてたんですけど、これがはなちゃんがね、はいだって、よっしゃ、やめてください、よいしょ、危ないですよ、やめてください、ほらはなちゃん、出て出て出て、よし、オッケー。すっきりしました。すっきりしたらしたで、また潜るんだろうな。はい、ビニールを貼ってたけど、危ないので、取りました。危ないな。はい、新しく貼り直しました。これで前回はちょっと薄かったんですけど、今回は二重にして貼りました。とりあえず適当に貼ってますけど、まあしばらくいいかな。はい、三匹。ね、赤くなったね。まるちゃん、まじゃ遊ぶね。まシは、まちゃんと眠たくなったかな。ね。前は布団で寝なかったけど、最近は夜中に目が覚めたら横で寝てる時があります。
だんだん慣れてきたね。ね。